これなんか今日久しぶりにスタバ行ったらなんか店員さんにおすすめされて買ったんだけど、タンブラーなんだけど、なんかさすったらいいことありますよみたいなおすすめされて、なんかいいことあんのかな、さすってみようかな。え、そうそう、煙出てきた。え、なにこれ。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はい、すいません。はい、ちょっと、怖い。はじめまして、すいません、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いしますってどういうことですか。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、どういうこと、さすったら、どういうこと、誰ですか、その、あ、急に。あ、バオです。いやいや、よろしくお願いします。すみません、誰ですか、よろしくお願いしますっていうか。バオです、フィリピン生まれの38歳バオです。お願いします。38歳です、そうです。25歳です、フィリピンジョーク。あ、わかんない、すみません。あの、すみません、今このタンブラーをさすって、はい、たら、うん、バオさんですか、うん、バオさんがなんか出てきちゃったみたいなことなんですけど、はい、さすりました、さすりました。ディズニーのでなんか 見たことあるような感じのあれですかね。ディズニー、あのアラジン。ちょっとすいません、バオわからなくてすいません。いや、さすりましたね、はいはい、さすりました。さすったらその出てくるのはバオっていう設定です。よろしくお願いします。あの、さすったらバオさんが出てくるんですか。はい、出てきますね。どういうことなんだろう。初めまして、だから出てきました。さすられましたね。あの、アラジン的なことですか。はい、あの、さすったらあの煙もくもくってなって今バオさん出てきたじゃないですか。はい、煙も設定ですね。バオがふーって出しました。バオさんが出してるんですか。はい、バオ得意技ですね。あの、1日1回しかできないです。なんかディズニーので映画で見たことあるんですけど、すみません、バオ、すみません、バオ分からなくて、ディズニー、バオ兄弟すごくたくさんいて、聞いてないかもしれない。あの、はい、バオの兄弟とずっと家の中にいます。バオも、バオさんは、バオもずっと家の中にいたから、はい、その外のなんか、はい、よ、そのディズニーとか、分からなくて、すみません、話が合わなくて、あ、ね、はい、あ、じゃあ全然関係ないんだ。そうなんですね。なんかあの、はい、ディズニーのだとこの、はい、こすると。はい、なんか願い事を3つ叶えてくれるみたいなあるんですけど、うんうん、願い事叶えてくれるってことですか。ね、願い事はか、ま、うん、はい、ま、ちょっとバオ日本語弱くて、バオの願い事を叶えてくれる。あ、違います、違います。バオの願い事を叶えてくれる。願い事を、私の願い事をバオさんが叶えてくれるっていう。あ、叶えないですね。叶えないです。すいません、バオは願い事叶えるような立場の人じゃないから。そういう方もいるってことですか。そういう方もなんか、バオの話は聞かないけど、そういう方はいないです。バオはあの、いない、今出てきて、はい、バオはあの、バオのお話聞かせますね。バオさんのお話、お話聞かせます、はいはい、どういうことですか。バオのフィリピンの話か、はい、バオのお話か、バオの兄弟の話か、選んでもらえます、ね、はい、全部バオさんの話、はい、もちろんです、全部、はい、そうなんです、ね、お話だけ聞いてもらって、はい、あ、でも別に、部屋大きいですね。ありがとうございます。部屋がすごい大きいですね。はじめましてだ。あの、すいません、床もあったかいの、バオンチ床、はい、土だからダンゴムシと一緒なんですね。そうなんですね。ダンゴムシ出てきたら、あれ、はい、焼けば食べれるんです。そうなんだ。いや、なんかちょっと思ってたのとなんかよくわかんない、違うんですけど、はい、いいことがあるって聞いて買ったんですよ。あ、そうだ、バオ仕事しに来たんだ。仕事、うん、バオ仕事しに来ました。これ仕事なんですか。はい、そうですね、バオ仕事しに来たんですけど、はい、バオのそのお話を選んでいただいて、あ、でもちょっとお客様が聞いて、はい、うん、それでバオ終わりですね。いつもこれ1回出てきたら1回1ペソもらえますね。1ペソ、はい、はいはい、1ペソもらって帰りますね。結構安いんですね。あ、もっとチップはあのお任せしております。あ、チップあの、ごめんなさい、あのバオさんせっかくこの間も出てきた時は、うん、はいはい、チップがいっぱいあったので、うん、15ペソもらいました。バオさんの話ちょっと初めましてで、ちょっと全然よく読めてないのでこの状況が、はいはいはい、ちょっと帰っ
てもらってか、すみません帰れないですね、呼び出したんで、あでも全然大丈夫かもしれない、帰れないですね、お話先ほどしたら一回したら帰れます。あ、はい、お話聞かないと帰れないんで、聞かないと帰れないですね。あそうなんですね、バオのフィリピンの話かバオの話か、はいはいはい、バオの兄弟15人の話か、めちゃくちゃいますね、はい、あでもあじゃあちょっと話してもらってていいんで、ちょっと作業があるんで、あしててもいいですかね。まあもうダメです、それはルール違反になっちゃうから、ルール違反良くないから、そうですね、バオのお話をしっかり聞かないといけなくて、なバオのフィリピンの話かバオのお話か、はい、兄弟16人の話16人増えてません？16人ですね、バオの15人って16人です。えちょっと16人のその家族の話じゃ聞いてでもいいですか。16人でいいですか。ちょっと気になりますね。この間もこの話したんで、あそう、他のお話も全然ありますけど。何でしたっけ。バオのお話かフィリピンのお話ですね。はい、めっちゃ家族が気になるんですけど。で家族のお話でいいですか。はい、いいですか。はい。やっぱり。かしこまりました。16人気になるんで。わかりました。ありがとうございます。はい、ある日バオのその16人の、はい、家族が、はい。一緒に海へ行ったんですね、はい、フィリピン海の国だから、ああそうなんですね、海がたくさんあるから、バオ16人で海に行きました。16人でで海に行って、はい、それでバオたちすごく海の、はい、お水を集めましたね。えでお水集めて、はい、バオたち16人で、はい、あの重なりましたね。え16人重なったらすごいはい、層になります。え何してるで、バオ、はい、すごい層できて、ううバオはちょうど一番下にいました。えでもバオ長男だから一番頑張ります、はい、でそしたら一番の低い、はい、年齢の低い人が、はい、お水をたくさん持ってきますね、はい、でそのお水を上から流します。流す、はいはい、16人が寝て層になってるところを上から流すんですけれど、それをバオたちでろ過しますね。お水をろ過します。ちょっと待ってくださいね、入ってこない入ってこない。ろ過バオたち15人でろ過します。15人はい、重なった人間でろ過しますね。そしたら海のお水を、はい、人でろ過っていう話を知ってますか。そうです、そうですね。で人間ろ過器を作ってでもただ重なってるだけですよね。どういうことですか。ルールを説明しますね。その上から来たお水はおへそからおへそ、おへそからおへそ、たまにははい、胸とかおへそとかにこう行って、はい、でもそれをたまに行くことが大事ですね、はい、そしたらそこがろ過されてバオが一番下です。バオさんのじゃあお水が一番下に行った、ここに来たお水をまずここに溜めますね。それはもう本当に綺麗なお水です。本当ですか。本当に綺麗なお水、本当に綺麗ですか。なぜかわからないですけど、はい、海の塩、うん、塩分、塩分で合ってますよね。塩分のお水があの普通のお水になってますね。塩分取れてます。15人で。バオたちそういう家系で生まれましたね。はい、え、そういう家系とかどう、はい、あるんですか。そういう家系ですね。タラーン。終わりました。ごめんなさい、タラーン。ありがとうございました。そういうお話でしたね。あ、終わりの合図なのかな。はい。以上になります。はい、はい、ありがとうございます。えありがとうございました。はい、バオさんの話聞きたいよってなったらまたこれこうすれば出てくるんですか。そうですね、誘っていただければ。そうなんだ、はい、2回誘ったら多分バオの兄弟出てくるけど3回以上はバオですね。はい、3回以上全員1233333もう全部バオの兄弟ですね。全部3になっちゃう。3以降は全部バオです。あ、はい、ありがとうございました、またじゃあ、はい、じゃあすいません、お預かりします。私たちのなんで、はい、これは。え、じゃあ買ったものなんで、そのタンブラーとして使いたいんですけど。はい、ちょっとすいません、わからなくて。すいません、失礼いたします。ありがとうございました。そうそうそう、え、それ。ありがとうございました。バオたち、またお話聞きたかったらお願いします、ね。え、その、私が買ったんですけど、はい、タンブラーを。あ
このままお家ちがお持って帰りますね。どうやって帰るんですか。お家です。お家に帰ります。歩いて帰りますね。どこですか。フィリピンですね。フィリピンのその左の方ですかね。普通に玄関から帰られるんですか。帰りますね。歩いて帰ります。あ、そう。歩いて。はい。バオ、足早いから大丈夫です。いや、そういうことじゃないと思います。すみません、お邪魔しました。っていうか、また残しをご覧ください。これ全部違う気がする。こんなことある。